久保さん。今回、中、三段、三段ですね <laughs>。もう山とくん大変そうですね。お疲れ様です。今日ね、僕は早いですね。三、三時過ぎか。はい、昨日七時前に寝たんで。<laughs> 最近早いですね。まあ、いろいろと久保さんの方で。 いろいろとお話ししていただいて、結構今回はだいぶ切り取っていただいたんじゃないかなと思うんですけど。まあ確かにね、久保さんの言う通りのところもあると思うんですけど、僕の一言でまとめると、希望、希望かな願い、願いですかね。願いですね。うーん。まあどこを切り取るかによって横展開は変わると思いますけども、 あの、うん、僕がネットビジネスを始めた頃、将来、あこういう生活をしてるとは、うん、願ってただけであって、本当に来ると思っていたかっていうと、思ってはいなかったし、まあ願いでしかなかったですね。月収100万で、パソコン1台で、げあの生活できたらいいなと。 いう願い思い思しかなかなったですねでもそれが本当にリアルにねこういう生活ができてる39歳を予測できたのかイメージできたのかうーん難しいですねただ願いはあった願望はあったっていう感じですかねまあ久保さんも麻雀店やってた頃うん20年後10年後5年後3年後 ネットビジネス始めて、1億円稼げるっていうのも、願いはあったかもしれないけど、想像できたかっていうと、想像は難しいかもしれないですね。想、想像はできたかなんつう、言葉でうまく表現できないですけど。うん。まあ、例えば、その、100年前ですか人類が宇宙に行くっていうのも、 まあ夢、雲の上の話だったかもしれないですけども、今は普通にね、宇宙、あこのまあイーロンマスクが民間で宇宙飛ばしロケット飛ばして4人ぐらいの方が宇宙旅行を楽しんだっぽいんですけど。うん、まあこれからの10年、これからの20年後、多分僕は誰も予測できない何かがあるんじゃないかなと。 でその何かっていうのは願いで作られてるっていうね思うんですよねうんだから人がどう願うかによってその未来っていうのはあ作られていくんじゃないかなと、うん、もし人が宇宙に行きたいっていう願望願いが誰一人ないその思いがないであるならばまあ宇宙には行けなかっただろうしうん久保さんも なんだ、ネットビジネスを始めて、ね、吉谷拓郎を信用したのに、詐欺だったじゃないかと。やっぱネットビジネスはダメなんだと。思えば、なんだ、あの、やめてたかもしれないですし。うん。だから、まあ結局、重いですね。重い <laughs>。重いっていうのが一番シンプルじゃないですか。やっぱどう思うかっていう。うん。僕はまあ、 あの、なんだろうな。まあ、このまま、うん、あまあ、石油に関しても、あ確かに掘ればね、まあ、見つかるでしょうね、うん。ただし、じゃあその掘り続ける行為は、掘り続けて全部資源を食い尽くすっていう、あものは果たしていいのかと。確かにあると。でも、 無限にあるわけではないと僕は思うんですね。ただそれを相対的に、その、なんだ、100万年規模、200万年規模、300万年規模で見たら、まだあるかもしれない。1000万年規模で見たらあるかもしれない。どこ、どこまで考えるのかっていうね。吉田さん別にそれ考えても、あの、僕たち生きてないからいいじゃないかと。いう、あ,あれもあるだろうし、どこまで考えるのかって話ですよね。 人類が、孫、ヤマトんの子供、ヤマトんの孫、孫の孫、孫の孫みたいな、ね、どこまで続くんだみたいな。だからその、今後、その、生きていく、まあ、僕、徳穂さんは、あと数十年で死ぬとは思いますけども、その後、どう願うのか、うん、今、生きているこの、 うーん時代今この瞬間だけを思想するんであるならば考えるんであるならば今が良ければいいというようなあー、まあ、今が OK ですからね今今を考えたら今でしょうね石油が今じゃないですか, <laughs> かまあそれはどう考えるかじゃないですかねやっぱりどう思うかどう考えるかによって まあ人類の行く先っていうのは変わるだろうしまあどう考えようがどう思おうがあなんだあちょっとしたね地震とか台風とかでも一気にやられますからー今後ほんと地球規模の大きな何とか変動地球変動か分かんないですけど一気になんか大雨にずっとなるとかね もしくは雨降らないとかね、なったらもうその時点で結構きついと思いますし、うん、あのー、なんだっけな、映画でもありますけど、まあ氷が溶けて、まあ水、水に浸るみたいなね、海がボワー来てね、とか、まあいろいろ考えればきりがないですけど、うーん、まあどう思うかっていうのは、まあ結論大事じゃないですかね、うん、願い、うん 願いの先に、願いの先に希望があるって感じかな。まあちょっと難しいですね。まあ一言言うと思いなんですけど、願いの先に、願いの先に希望があり、未来があるかな。どうですかね、この言葉で。願いの先に希望があり、未来があると。言葉としたら、 かっこよくするんだったらこんな感じかな。まあ一言言うと思いなんですけどね。どう思うかっていう。ん。願いの先に希望があり未来があると。信頼の先に詐欺があり未来があるという。でも、久保さんの未来っていうのは、ふざけんな、騙された。吉谷拓郎ふざけんな。で終わっていたらこのやり取りはないと思いますしね。久保さん、どうですか。うん 信頼の先に詐欺があり、自分の未来は自分にある。みたいな感じですかね。信頼の向こう、先に詐欺があり、自分の未来には自分あり。みたいな。<laughs> これもいいな。信頼の先に詐欺があり、自分の未来に自分あり。これもいい,ことい,いんじゃないかな。とんちみたいですけど。 うん、まあ結局自分がどう願うのか、自分がどう思うのか、そこに希望が生まれ。で、その、そこに、なんだ、注力を注いだら、まあ新しい未来があるってことですね。うん、だ僕は、まあどういう願いがあるのかっていうと、うんまあこのまま、 まあ、ガソリンがあ、なんだ、石油がなくならなかったとしても、まあ、ガソリンの排出ですよね。まあ、これからエンジンも変わってくると思いますし、昔に比べると、まあ、ディーゼル車とかね、昔に、昔なんかまあ、黒煙流してる、まあ、未だに走ってる車もありますけれども、まあ、環境にいいかというと、ガソリンを燃やすのは、なんだ、あんまりよろしくないじゃないですか。どちらかというと、いいか悪いかで言うならば。 まあそのマフラーから出るあの煙がね自然にいいのかっていうとまあ自然にはあんま良くないと思いますしそこに対して人がどう思うのかじゃあどう改善しようとするのかどういう行動をしようとするのかっていうところによってまあ変わってくるんじゃないかなとであとはまあ10年後20年後はうん本当に予測できない未来が待ってるんじゃないかなとただその予測できない未来っていうのは 人々の願いが、どれだけの数が集まって、どれぐらいの行動をするかによって、まあ変わるだろうし。うん。だからみんなが、大多数がね、大多数が、いや、まだガソリンあるよと、石油あるよと、バンバン使おうぜというようなことであるならば変わらないだろうし。ただ、これじゃいけないよねと。大,大,大多数がなって、大企業もそこに参戦して、国レベルで参戦したら、まあ変わっていくだろうし。 うん、ただそれが僕,僕と久保さんが生きてる間にそれが全部変わるかって言うとそれは分からないです。ただ願いの数が多ければ多いほど、まあ、そのスピードは大きくなってくるんじゃないかなと思いますけどね。うんまあ、僕は GTR 運転しててちょっと思ってたことがあの、まあ、いつも聞かれるんですよ。燃費どれぐらいですかと。<laughs> 燃費くそ悪いでわ,わけですよね。 うん、で、ガソリン代も金かかるし、金かかって地球汚して、まあ、自分勝手だな、みたいなね。<laughs> 自分勝手だな、とは思いますけどね。うん、まあ、どの視点で見るかによってやっぱ変わるかなと思いますけどね。うん、まあ、今度車を買おうとしてるのもガソリン車ですから <laughs> な。なんだかんだ言ってね。あのー、まあ、それも、 なんだ言ってることと行動が合ってないと思いますけどまあ物理的にね久保さんの言うとおり今電気自動車買っても結構まあ鹿児島とかだったら結構さすがにきついのでないですから電気スポットがうんなんかここの問題どうクリア人間がしていくかっていうねところもあるだろうしねうーんいやーでもねあれですね久保さんのその 幼少期からいろんな、いろいろなことを考えてたっていうのは、あの、なんだ、インドの、その、なんかその数字の、僕知らなかったんですけど、どの思想で、その、どの空間で考えるかと、どの空間どの次元で考えるかによって、全くやっぱ違ってきますよね、本当に。こう面白いですよね。うん、<laughs> でも、その、すごいっすね。 そのあの,あの数字、87億光年ですかわかんないですけど、それをワンターンみたいなね、すごいですね。はい。ということで、今回は願いの先に希望があり、未来があるにしときましょうか。いってらっしゃい。